ないところには、まあ、いいイメージはもちろん、ね、ありましたけどね、はい、さあここは中盤で藤田がボールを奪った。さあ小池か左に託すか、小池に託した、後ろを使った、佐藤悠希右シュート決めた。いいプレッシャーじゃないこれは。開始11分先制したのは東京ヴェルディ。今日キャプテンマークを巻いた佐藤悠平、今シーズン2得点目。いや見事でしたね。まあ、ここで、まあ、藤田選手の仕掛けでグローリ選手引き出しましたよね。で小池選手の動きで、まあ、ここで和子選手を完全に釣り出して、で2列目からその背後を回ったこの佐藤雄平選手の、まあ、落ち着いたフィニッシュですよね。ラッシーサイドは落ち着いてボールの左に揺らしました。あるのかなと思いますね。平若さなどもいるが、左足福村ヘディング決まった。小池が決めた。小池が決めました。今シーズン初ゴール。フリーキック福村から小池、今のシーンです。もう完全にマーク外れてましたね、左で合わせてきました。もう福岡が、まあ、ゾーンで、守備をするので、ちょうど選手と選手の間ですよね。うまくポジショニングが取れて、そこにピンポイントで、まあ、ボールが入ったっていう、まあ、これはもうキッカーのボールの質、そして入り方、すべてが噛み合った素晴らしいゴールになりましたね。井上、福村が高い位置、低いボール、グラウンダー、シュートを決まった。今日2得点目、佐藤雄平。まあ、ここ右サイドから左サイドに一気に展開していきますけども、まあここのオーバーラップ2対1の局面を作ってからの仕掛けですよね。この佐藤選手のポジショニングが良かったですよね。福村のクロスグラウンダー。福岡としてはこの課題というのはどのあたりですか、今の失点シーンを見ますと。まあ、やはりそのマークをはっきりさせるっていうところがそうですよね。やはりそのボールボッチャにどうしてもなってしまうところなので、あれだけサイドを変えられるとですね、はい、